あとさっき人参を僕のお椀に入れてなかったかあ目をそらすなまったく何のことを言ってるんだい今回は超運の肩を持つよあたしも見てたから今日グーパーがいなくてよかったねグーパーは食べ物を好き嫌いする人を見るのが大嫌いだから無理にでもゆく秋に食べさせてたと思うよえグーパーって。 そんなに執念深い性格だったのけど確かに前にシャンリンから「ゴーパーはかまどの神だ」って話は聞いた。<laughs> その民間伝承を聞いたのか。